カバルダ・バルカル共和国は、ロシア連邦の連邦構成主体の一つ。北カフカスに位置する、カフカス系のカバルド人とトゥルク系のバルカル人の民族自治共和国で、北カフカース連邦管区に属する。首都はナリ地区。面積は12,500平方キロメートルで、人口は約90万人。百七十四年七月、旧中海なる自治条約締結。 1827年、ロシア帝国がバルカリアを併合。1918年、テレクソビエト共和国。1921年1月20日、山岳自治ソビエト社会主義共和国に併合。9月1日に、カバルディン地区が山岳自治アスルから分割され、カバルディン自治州に組み替えられた。1922年1月16日には、バルカール地区が、 山岳自治アスルから分割され、カバルリン自治州と合併して、カバルダ・バルカル自治州が成立。1944年、カバルダ・バルカル自治ソビエト社会主義共和国。1989年、アブハジア紛争。大カフカス山脈中最大の 17km に及ぶベゼンギスカや壁を擁する。政治の最高位は1990年から1992年までは、 ソビエト最高会議議長1992校は大統領である。この地域はモスクワ時間帯の標準時を使用している。時差はアトクプラス3時間で、過時間はない。2010年の国勢調査では、カワルダ人57.2%、ロシア人22.5%、バルカルヒト12.7%、オセットビト1.1%、トルコ人1.6%、 ウクライナ人0.6%、アルメニア人0.6%、コーライ人0.5%、チェチェン人0.2%、その他0.5%。ありがとうございます。